すべてはプロセス。時間に時間を与えよう。ブルーな日があって大丈夫。心地よくない日があって大丈夫。不安の積もる日があって大丈夫。混乱してばかりの日があって大丈夫。焦ってしまう日があって大丈夫。大丈夫。どんな感情も感じて大丈夫。人間だから当然のこと。たとえ目で見えなくても、すでに私はプロセスの中にいる。より良い方向へ向かう癒しのプロセスの中にいる。私の体は毎瞬癒されてる。あともうほんの少しで癒されきれてる。私の体は良くなるための方法をすべて知ってる。私の体は自己治癒力がある。私は自分の体を信じる。だから今やらなくてはいけないことはただ一つ。安心すること。リラックスして安心すること。大きく新鮮な空気を吸って吐いて、一日一日少しずつ、すべてはより良くなってる。一日一日少しずつ、私の体はより健康に強くなってる。一日一日少しずつ、ステップバイステップで、すべてはより良い方向に向かってる。私は自分の体が大好き。自分の体を心から信じてる。でも、もしかすると、時には感じたくない症状を感じる時があるかもしれない。不安を感じたり、混乱したり、焦ったり、心地悪さに飲まれてしまう日が
あるかもしれない。でも、そんな時も忘れずに思い出そう。すべてにはプロセスが必要。そしてそのプロセスには時間が必要。何かを癒すためにはたっぷりの時間が必要。でもそれでいいの。時間がかかってそれでいいの。時間をかけてそれでいいの。焦る理由は一つもない。自分の体が、人生が求める分だけ、たっぷり時間に時間を与えよう。すべてはもうプロセス中だから、もう癒されてる途中だから。大丈夫。少しずつ、少しずつ、すべてはより良くなってる。私の体はより強く、よりハッピーになってる。だから安心しよう。焦る必要はどこにもない。すべてはより良い方向に向かってる。一日一日、ステップバイステップ、より良くなってる。一日一日、ステップバイステップで、私の体はより強く、よりハッピーになってる。ありがとう宇宙。ありがとう体。そして今これを聞いてくれているあなた自身、今日も存在してくれてありがとう。